俺のラーメンファイル吉村屋、言わずと知れた横浜家系ラーメンの総本山だ。1974年横浜の新杉田で吉村実さんが創業。吉村さんは豚骨醤油スープというラーメンの新境地を開拓した、まさにラーメン界のレジェンドだ。そんな吉村さんからラーメン作りを学びたいと、日本各地から集まった弟子の数は300人を優に超えるんだとか。新杉田から横浜駅のそばへ移転した後も人気は衰えることを知らず、店の前にできる行列はもはや横浜では当たり前の風景だ。さあ来るぞ来るぞ。はい、これじゃ並盛りラーメンの麺固めで上がってます。じゃあ俺は並盛り麺固め、これが家系総本山吉村屋のラーメン。チャーシュー、ほうれん草、海苔の定番トッピングが丼を彩る。まずはスープから。濃厚かと思いきやしつこくなく、豚骨スープと醤油が絶妙なバランスだ。豚骨醤油スープは家系ラーメンの代名詞とも言えるが、どうやって思いついたんだろうな。まあ簡単だよ。豚骨ってとこで九州だろ、醤油って東京だろ。僕トレーラーの運転手だったから、ちょうどね名古屋あたりでね、真ん中半分やったら面白いだろ、まあ、九州の帰りだよ。僕ほら料理できないでしょ。料理できないから女房に相談。女房はね料理屋さんだったから、こういうの作りたいんだけどったら、うん、じゃあ一緒に作りましょうって言ったのがラーメン屋のきっかけだから。俺の師匠はね女房。今や家系の東証とも呼ばれる吉村さんの師匠が実は奥様だったとはな。でもそうやって2つの味を混ぜてみようなんて、大将もアイデアマンだな。大将それは、あこれはあの豚バラです。これはちょっとねっとり感を出す、うん、これがチー油ですね。あのチー油の元鶏油ですね。やっぱりポイントはチー油だろうな。ああチー油がうまいと軽く感じるんだな。なるほど、それがこってりに見えてさっぱり食べられる吉村屋の秘密なんだな。醤油も自家製です、すべて。もう今醤油は終わりました。スープを何時間煮てましたって言う人がいるんだけど、10時間煮てました。うちそんなことしないの。3時間ぐらいだから、要するにいいスープが出たところのここだけしか取らない。うちはそこが吉村屋の他の家系さんと違うところ。そんなスープによく合うのがこの吉村屋自慢の極太ストレート麺だ。頬張った時のうまさは格別で、もうたまらない。大将が自ら研究して生み出したというこの麺は、1日になんと1600食分も用意するというから、さらに驚きだ。家系総本山、まさに恐るべしだな。チャーシューも柔らかくてプルプルだ。むむ、口に入れた瞬間鼻に抜けるこの香り、スモークしてやるんだな。チャーシューは厨房に作られた大きな釜でスモークされている。あ、美味しそうだね。ちょっとねいい色になってるね。これやるとね次の日まで柔らかい。あのほとんどのラーメン屋さんが煮豚でしょ。煮豚はねその作った時はうまいんだけど、次の日硬くなっちゃう。それでねちっちゃくなっちゃう。それに気がついた。吉村屋で忘れちゃいけないのがカウンターにずらりと並ぶ調味料の数々。お客さんが自分の好みに合わせて味を調整できる。まさにお客様が味の師匠たるゆえんだろうな。ちなみに俺はこのラーメン酢が気に入った。6個目の薄味が
かしこれだけお客さんが来て好みも確認しながらよくオーダー間違えないもんだな。あーもう本当慣れでその回数ちょっと繰り返すしかないみたいな感じなんですけど。それにしてもお兄さんさ、ねじり鉢巻きかっこいいっすね。ありがとうございます。それが決まりのスタイル？そうですね、家系独特のこの上下白の、まあ、ねじり鉢巻きが家系の、まああのまあ、スーツみたいなもんですよね。そういや昔、俺たちは裸がユニフォームっていう野球軍があったけど、吉村屋はこのいでたちで一つになれるんだな。どのスタッフもそれぞれの仕事を黙々とこなしているようだが、お客さんに最高のラーメンを出すという気持ちは一つ屋根の下。それが吉村さんの作る家系なのかもしれないな。ごちそうさまでした。